はいお願いします選んだ商材的に利益が全然残んないですよ色々いろいろ広げていこうみたいな、うん、ジブリが作るアニメ映画やってる生活全部を取り込もうとしてきますかさもある 旬の企業を勝手にに調べまくって経営者に疑問を問いたらーデリン今日は未上場企業のクラシコム EJ サイト北欧暮らしの道具店を運営売り上げ超右肩上がり今上に利益出まくりしかもなぜか映画も手掛ける謎の会社なんで映画北欧雑貨ってどこでも買えそうなのになんでここが人気なの調べていくとどうも誰も思いつかなかった哲学的なビジネスモデルがあるらしいということで泉記者がビューデリして謎めいた創業者青木代表取締役に疑問をぶつけますキーワードは世界観 今日はクラシいや知らなくてちょっとんかアプリとか見てきたぐらいなんですけどあの北欧暮らしの道具店っての聞いたこと知らなかったですはいそれもショッピングサイトはいちょっとこう北欧テイストなインテリア雑貨とかアパレルを売ってるサイトなんですよねでもそういうのはんかいっぱいあるじゃないですかすごい勢いで伸びてるとそのジャンルの中でもこれがすごい伸びてるそうすごい売り上げブワって上がっててこれ45億円ですね今 本当右肩上がりじゃないですか綺麗な一橋大学やってるポーター賞ってやつがあるんですよマイケル・ポーターっていうまああの経営学者がいてその人にちなんだこう賞なんですけどクラシコムのモデルっていうのが素晴らしいとビジネスモデルですか一見普通のこう北欧家具とかインテリア売ってるだけで別になんか IKEA と何が違うみたいな話なんだけどクラシコムがすごいとなんでっていう話じゃないですかっていうのをちょっとあのちゃんと紐解いていきたいなとあ、ミッションが ホームページに載ってますねフィットする暮らし作ろうパッとはわかんないですねわかんないですね,ねさっきアプリダウンロードしてみたって言ったじゃないですかどうでしたこういうジャンルが流行ってるのは知ってるしうん、うん、なんかあのハッシュタグ丁寧な暮らしみたいな発信してる方多くてでも私は多分ちょっとそれと無縁の生活をして <laughs> い,いてあんまふーんへー,へー、うん、みたいな感じでしたクラシコムが映画やってるって知ってましたいやそれもサイト見て映画も撮ってるってなってインスタ はいはい。もう僕フォローしたんですよ。はい、めっちゃ流れてくるし、うん、でユーチューブもあるんですよね。す,よねすごいすごい。ありますよね。ありますね。そうそう。料理で私を取り戻そう。ポッドキャストもやってるんですよ。え、ポッドキャストってラジオ？そうラジオラジオ。それも結構人気なんですよね。であと僕ビビったのが、Spotify とか Apple Music のプレイリストってあるじゃないですか、音楽、うんはいはい。あれもその北欧暮らしの道具店が。うわあ。 かののとと時疲れ様、ね、私の朝習慣みたいな,なんかこれって何なんだろうと思っていろいろ考えた結果、うんはい、やっぱ世界観同一した世界観でいろんなポッドキャストもあればプレイリストもやってたり YouTube やってたりあとは映画ドラマってあるんですけどこれ多分まあ全部同じ世界観でつながっていて。うん でなんかその先にものがあるみたいなあのことなんだろうなと思っていて単にものを売ってるだけじゃない思想の強さみたいなところを感じるんですけどでこれ青木さんのインタビューとか見てもそのコンテンツが核であるとコンテンテツによって作られるブランドイメージっていうのがクラシックムって会社のまあ中心であるってことを言ってるんでじゃあ実際どんなコンテンツ作ってんのってちょっと見たいじゃないですか。なんかドラマが すごいこう分かりやすいみたいなんで、うん、最近続いた寝不足により帰宅後即睡魔に襲われた結果こんな時間に目が覚めた「朝朝かこれ朝ですねお味噌汁が飲みたい」だけど 一昨日のパン。ミニマリズムみたいな感じではないし、ね、です結構物に溢れてますね。<お>この家。ね,ね。ちょっと現実感ありません。でも、本当に。そうじゃない、家に住んでる身としては。<laughs> これはすごいです。この家は。あ,あ、もう。世界観が全統一されてます。こんな朝から。大根の皮剥く時間ないですよ。<laughs> あ、休日だ。ったこれは。休日か。休日だったんだ。 でもこれ、一回これやり出すとやっちゃうのかも <laughs> この生活早くもう <laughs> 今何分ですかこれ見出して <laughs> まだものの2分半なに <laughs> これあパン焼くやつじゃないですかさっきパン焼いてたもんなえトースターじゃないのでもこれゆっくり焼けるの見てるのちょっといいかもなあ,<ー>あで外でね、ベランダなでそれいいすごい 美味しい。これはこれはみんなやりたいですわ。じゃあクラシコムのサイトで売ってんのかって多分売ってんですよね。あったありました。千五百四十円。結構安いですね。安い。あのスポティファイのプレイリストとか流しながら実際できるわけですね。バックミュージックみたいなやつも実際に再現し終わったまた多分できるんですよね。えなんか商品を宣伝してる感じじゃなく宣伝してるのがすごいですね。うん、こういうライフスタイル良くないですかみたいなのをあんまりこう言わずに。 ステルス的にこう刷り込んでくる感じがあるんですよね。ね今僕ら焼き網か探したじゃないですか。はい、てかクラシコムって調べたじゃないですか。はいはい、っていうのをクラシコムはちゃんと一枚の図でビジネスモデルに落としてあって。<う>まあだいたい二千万人ぐらいがクラシコムのコンテンツ二年間で触れますと。うん、そのうちインスタとかでフォローしたりとか。まあ何かしらのこうアカウントをフォローする人がだ大体四百三十万人ぐらいいて、はい その中からだいたい42万人ぐらいが今まで買い物してくれてて<ー>直近1年間だと18万人ぐらいが買ってくれてると起点はこのコンテンツであるでここに触れる人が増えれば増えるほど、えっと、最終的に買ってくれる人も増えるっていうのもこれちゃんとモデルとして作ってあってだからこっち側のコンテンツを充実させようっていうのが。 クラシコムの戦略簡単にここまで来ますもんね来ま,もん来ましたもんね余裕で<う>なんか現代の会社って感じしますね、うん、あそうですか SNS とかめちゃくちゃやってファンを増やして、うん、なお金に繋げてるみたいなのがでもあのツタヤって行きましたツタヤ書店大川山のそうそうそうああ<ー>なんか置いてある本って木の国へ行ったって ジュンク堂行ったって置いてあるじゃないですか<ー>こういう同じ本はでもなんか伝え書店に行ったら買っちゃいませんそういうことちょっと似てると目をくらましてるってことになりますよねくらましてるその世界観で同一するからあ、なんかいいかもって思っちゃうすそういうことかやっぱりだって別にユニクロで買えばいいけど、うん、ここの世界観が好きでこういう暮らしが好きだからここで買っちゃうみたいなことですねそう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  だから本当は別クラシコムって50%オリジナル商品残りの50%ってはえば仕入れてるんですよでそれって買おうと思ったら楽天とかでちょっと安く売ってるショップとかあるんですよねだからそっちで買えばいいんですよ本当はでもなんかこの世界観で買っちゃうっていうのはちょっと伝え書店とかと似ててだからアマゾンとか楽天に取られる分がない分利益率も高くなるっていうモデルで営業利益率17.2%で営業利益はまあ大体8億ぐらいなんですよね。 ROE これ38.9だからほぼ40%ぐらい ROE リターンオンエクイティ利益がどれぐらいのエクイティだから株主資本から生み出されたかっていう話で会社の,あの経営のお金って銀行とかから調達する、まあ、借金と株を発行してそれをえっと株主に持ってもらってでその代わりお金をもらうこの株式での調達はお金その借金じゃないから返さなくていいんですよね。まあ伊藤 国さんっていう経済一橋の学者が言ったのは8%を目指しましまょうっって言ったんですよもちろんこれ製造業とかも含めた数字だし日本製造業強いから別にそのじゃあその5倍じゃんクラシコクみたいな話ではないんだけどなんかそういう感じでも8%とか10%とか15%とかですごいよねみたいな数字としてはすごいっすね。 なんか今後はもうコンテンツも売るみたいな話もしてて、でも映画も始めました。そうそう映画も始めてるし、えーえー、これわかんないです。よ超適当ですけど、はい、月月額じゃあ九百八十とかまあ五百円でもいいかもしれないですけどでそのクラシコムの有料こうコンテンツ見放題みたいなやつをやるとでもねだってああいう雑誌は有料で売ってるわけだからか行くかもなって思うんですよ。しかもこのドラマのクオリティとかもめっちゃ高いですからね。高いですね。高い高い。うん、それ。 やりかねませんなそれ何を意味するかっていうとやっぱブランドがもう本当にその自分たちの宣伝のためのオウンドメディアじゃなくて、うん、本当に有料課金のメディアをやるってことで,、うんでね、なんかやっぱブランドがメディア化していくっていう現象は、うん、あのの象徴でもあるんじゃないかなと思ってて。うんうん だからこれ本当にそういうそのライフスタイル系の雑誌とかってクラシコムのコンテンツに食われていく可能性全然あるなと思ってて、うんうんうん、なんかいろんなものになりかわりそうです、ねうん。すごいこうなんかメディアで働いてる人間としてもちょっと面白い、うん、なんかどうなるんだろうっていう不気味さもあるし、うんうん、その意味では。うんうん、でもこれ見るとすごいですよね。二千十三年に。 社内にエディトリアルグルグープっていうのを作ってての作んですよそのコンテンツ制作部隊を10人ぐらい<ー>この2013年の時点で作っててすごいだここだと思ったら貼り方は結構、うん、あの大胆んですよね、うん、でこれ創業の経緯いろいろ調べると面白くて大、はい、木さんってもともと高校卒業してからはなんか結構その荷物の出荷業務とかトラックの運転手とかあとは化粧品の販売実演とか、うん、なんか割とこう短期で稼げる仕事を やってたらしくて、はい、20代後半ぐらいに付き合ってた当時の彼女に、うん、なんかそのずっとおじいちゃんになってもこのままなの、うん、みたいなことを言われて、うんうん、で就職活動されたと。うんうん、そこでネットを学びながら、その後こう起業するっていうストーリーなんですよ。うん、ね、なんか最初はね不動産のなんか賃貸の C2C みたいなエアビーみたいなことやってて全然うまくいかなかったり、なんで北欧になったんでしょうね。じゃなんかその辺の話も語られてるようで結構。うん え、なんでそこで気にそうなったのみたいなちょっとあって気になりますよねうん、うん、ほぼ日ののさんみみたたいいになるのかなに、ね、みたいなかインタビュー来週なんで、はい、質問考えていきましょうか、はい、結構青木さんっていろんなところに対談したりとか自分であの書いたりしてるんですよ、はい、今年の2月になんか対談してる記事で「うん、大変だけど上場する準備はしています」って普通に言ってて、うん、ねっ、はい、っていう時にこのビジネスモデルを上場企業として維持できるのかうん、うん ただ僕結構思うのは北欧っていうのが飽きられたりしたら北欧暮らしの道具店っていうその今のこうブランディングがどうなのかっていうのはあるなと思っててまた純粋にそのコンテンツをこれからどう考えてるのかまあ有料化するっていう話もあるわけでさっきのものを売るだけのビジネスなのかっていうのとの関連性もありますけど。 なんか利益のなんていうんですか柱をずっとものを売るっていうことで行くのかどうか、うん、気になりますよね。うん、来週オフ,オフィスね国立ちなんですよ。もう国立？遠いですね、うん。まあちょっとちゃんと聞いてきますね。はい。 はい実は先週あの独り言エプロン見てあの網早速買ってですね家で本当ですかうちグリルあるんで意味ないじゃんって妻に言われたんですけどもともとはこういう e コマースであったりとかあるいはこの暮らしあるいはメディアみたいなものにご興味があったというよりは全然んかひょんなことからというか。 うん、北欧にに旅行に行かかれてみたいなところからですよね、はい、そうですね、まあ、僕妹と一緒にこの会社を作ったんですけれども、まあ、彼女が北欧からの、まあ、当時ストックホルムかなに行って帰ってきたら「いやお兄ちゃんすごい国があった!」とかって言っこう興奮して帰ってきて <laughs>、はい、そんなに感動したんだったらじゃあ僕も一緒に見に行ってみようかなということで、まあ、2人で、えー、当時その潰れかけた会社の残ったお金を使ってまあ一緒にあのスウェーデンに行ったというのがまあきっかけになりますね。 で最初 C2C の不動産のマッチのマッチング、はい、まあ Airbnb、はい、に今でいうと近いような事業をやられてたんですよね。はいはい、まあもう事業をやったというよりは本当に誰も使わないサービスを作ってそっと辞したっていうだけなので、<laughs> そこからあの本のセドりで一時期かせ、うん、まあ貸し借たしましたね、はい。はい。その会社を起こした。